お、配信中です。はい、こんにちは。あ、じゃあね、こんばんは。始まりました。毎週恒例のこのインスタライブ。今日も今日とて、生放送です。なんか、すごい嫌な雰囲気を後ろから感じるんですけど、この人、誰なんでしょうね、なんか。もしかしたら、ウィーケンリスナーの方は、わかるかもしれない、某有名大学の教授かもしれないですし、あ、違うと。違うらしいですね。誰なんだろう、この怪しい人は。なんかちょっと、どんぐりみたいになってるけど。はい、ということでですね、21時から、今日も、ウィーケンドズランページ生放送で、お送りさせていただきますので、ぜひですね、お時間ある方は、聞いていただけたらなというふうに思うんですけれども、もう2日後ぐらいにもう大学のセンター試験だったりとか、そういう試験ものがあるということでですね、ちょっとこう勉強の休憩がてら、そんな受験生の皆さんに向けてのこうなんかコーナーというか、そういうシーンもたくさん今回は作っておりますので、ぜひ、ちょっと筆休みに聞いていただけたらなというふうに思うんですけども、いい加減誰なのかちょっと正体を荒らしてくれないと困るんですよね。誰だ誰だ誰だ誰なんだ、このこいつは僕です。大してインパクトなかった。いやー、頼みづらい。なんかさ、皆さんこんばんは、こんばんはということでね、おもっと髪色を直していい感じじゃないですか、はい、うん、のちょっと伸ばしてみるみたいなこと言ってたよね。染めたらまた短くなって思ったら、ちぎれてしまって髪の毛が。ブリーチあるあるですね。はい。うん、知ってたよね、みんな。だってそれそうでしょ、もうさ、ね、お付き合いいただいてすいません。すいません。もう7000人の方ね、見に行っていただいてます。ありがとうございます、本当に皆さん。はい、この後21時から、はい、ウィーケンドザランページ生放送です。BFM で、これから収録します。そうですよ。はい。シルバーウルフらしくない。何を、何をおっしゃってるんですか。どういうことや。どういうこと。髪型可愛いだって。まあ、もうジン君のこの絶妙な長さのこの髪型、結構安定感ありますけども。はい、いやでもなんか不意にさ、昔の写真とか見るとさ、ジン君結構髪の毛長かったりするじゃん。あ、もうめっちゃ長かったですね。そう。もう本当に伸ばそうとしてるんで、ちょっと考えますやり方を。僕もちょっと新しい髪型今考え中です。うん、リクさんもし、ありがとうございます。明日試合です。あ、試合頑張ってくださいね。そうか、何の試合だろう。リク、メガネ似合ってる。あ、これちょっと新調した本当のガチメガネです。ド入りです。僕目悪いんですよ普段。はい、あ、ちょっとコンタクトをつける時間長すぎてちょっと本当に目良くないのでやめようかなと思って。あなたは目いいからな、そういう苦労しないで。あ、でも左目ちょっと悪なってた。あ、そうなんだ。絶対あれでしょ、某携帯ゲームやりすぎでしょ、絶対。全然やってないけど。あ、来週推薦試験。あ、なるほど。はいはい。皆さん、なんかこの時期、大学入試センター試験、うん、うん、そうですね。僕ね、実はね、中学受験をしまして、あの、ね、中高と、はい、そうだ、過ごしたんですけども、エレベーターやエスカレーターやエスカレーターエスカレーターエスカレーターいわゆるすいません、本当にそういう人生だったんですけれども、僕ね、2月1日が受験、一次試験当日で一発合格で行きましたよ。おー、すごい。はあ、お、私立高校合格しましたって。ありがとうございます。素晴らしい、素晴らしい努力が実りましたね。嬉しいな、そういうの。私は小学生受験、あ、すごいな、すごいですね、すごいね、そんなやっちゃう。うん、あ、じん、あ、りくくん頭いいな。あ、まあ、小学生の時はめちゃめちゃ勉強したんである程度はなんですけど、うん、入ってからちょっとサボっちゃいましたね。あら、あ、それはダメですよ。ダメダメです、僕は。はい、うん、あ、ツアーも来てくださると、うん、ありがとうございます。ツアーもね、1ヶ月切ってるんで、もう本当、今日もリハたっぷりリハしてきましたよ。今日ね、一日ジン君とずっと一緒に仕事してるんですよ。そうなんですよ、朝から。あそっからもう本当にこの人のね
エネルギーを感じながらやってますけどね。さすがですよリーダー、本当にもうインフルエンザ大丈夫？あ、大丈夫です大丈夫です、はい、ご心配なく。皆さんも気をつけてください。さっき、ね、消毒液やと思ったらうがい薬、そこにあるプッシュのやつさ手につけてちょっと匂って臭っうがい薬両手でなんかこうやっていつもみたいにシュッてやってベチャってやったらなんかうまいこといかんくてベタベタになったんですよ。臭っやべ。皆さん風邪とか気をつけてください、うん、もうすぐ始まるのでちょっとあと関東の方はラジコで、うん無料で聞けると思うんですけど、多分近畿とか九州とかちょっと、はい、地域を離れてしまうとラジコプレミアムっていうのに入らなくちゃいけないみたい で、うん、そこだけちょっとややこしくて分かんない方はラジコで検索してみると、うんはい、説明とか出てくると思うのでアプリなんで、はい、ラジコって何っていう方も結構いらっしゃって、うん、ラジコのアプリをダウンロードしていただければ、はい使えます。関東の方は無料で聞きます。はい。何皆さんまだもうちょい行きますね。皆さんなんかどんどんコメントに答えていこうかなと思うんですけれども、なんかグッズ、そうだグッズ。グッズね。はい。初めてプロデュース。個人プロデュースグッズも作らせていただいて、かなりね。ちょっとスタッフさんといろいろコミュニケーション取らせてもらって、みんな結構ねそれぞれ自分の思いを込めた初のプロデュースグッズ。あなたは何でしたっけ？僕は前髪暴れてないかチェックミラーです。ちょっとハート少ななっぽくない？大丈夫？大丈夫。まあでもね、お鏡はね、うん女性陣にはね、はい、必須アイテムですから。リクさんのカバンの中に鏡入れたい。ああ、間違いない。もう割と僕のクルーバッグ大きめに作ってあるんで、うん、貴重品だったりとか、ね、あれ、ジンクミラーね、入るサイズになってると思いますんで、もう僕のクルーバッグあればもう心配ないです。ライブ来るとき。うんだってこう肩にかけられるし、確かに重くなんないし、うんうん、いろいろと人が多いと2人の買ったようだって。ありがとうございます。ありがとうございます。いやでもね、一番人気何か知ってる？いつきのやつじゃない？北部。正解、北部。北部か、やっぱね。俺もいとこから連絡が来て、うん、そのいとこにお年玉をあげて、うん、ほんじゃそのいとこからお年玉をジンからもらったから、うん、グッズ買ったよって写真撮ってきた、うんうんうん、ほんじゃ北部と靴下やあそこちょっと一瞬淡い気合を抱いて、あ、鏡買ってくれたんかなと思って開いたら北部強し、今から言う言葉はそのいとこに向かって、ねはい、そのいとこの方だけに向けて言う。なんでか分かったでもほんまちっちゃい子だから、あ、北部が可愛かったんかなと思って。なんだか分かった。本当にもう嬉しいですね。でもまだ変えてない、うん、うんうんうん。いや本当にね、もう、あ、北部買った、北部欲しい、はいはいはい、北斗に頼んでください。北斗に頼んでくださいね。もうオンライン3分で売り切れる、すごいな。マジかよ。なんかね、でもね、ちょっとね、僕その売り切れのお知らせとかさ、はい、ダントツだっていう話を聞いてね、はい、いわゆるこう皆さんがどういうものを欲してるのか、大体ね、初めてやからさ、そう、理解した、うん、理解した。もうね、でもクルーバッグ絶対ね、あ、買っとけばよかったって絶対になりますからね。はい、皆さん、ね、ぜひ鏡もしっかりですよ、本当に、はい、お願いしますよ、本当にうん、ということで、じゃあそろそろですかね。そうなので、はい、僕らちょっと準備もろもろ行ってくるので、はい21時から、ぜひ聞いてください。お願いします。ウィーケンドザランピーチ、じゃあ終了、バイバイ。